フェルナンド・ロドリゲスは、アメリカ合衆国、テキサス州エルパソ出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB ボストン・レッドソックス参加所属。2003年の MLB ドラフト18巡目で、アナハイム・エンゼルスから指名され、6月25日に契約。2009年5月2日のニューヨーク・ヤンキース戦で、メジャーデビューを果たしたが、エンゼルス時代のメジャー経験は、 この1試合のみだった。2010年11月6日に FA となった。2010年11月12日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。2011年に2シーズンぶりの昇格を果たし、47試合に登板した。2012年は防御率5点台と不安定で10敗を期した。一方で2年連続でイニング以上の三振を奪うなど、 一定の力は示した。2013年2月4日に、クリス・カーター、ブラッド・ピーコック、マックス・スタッシュとのトレードで、ジェド・ラウリーと共にオークランド・アスレチックスへ移籍。3月27日に、トミー・ジョン手術を行い、シーズンを全休した。オフの12月2日に、アスレチックスと1年契約で合意した。2014年3月29日に、前年の手術の影響で、 15日間の故障者リスト入りした。3月31日にリハビリのためトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ移動した。5月9日にメジャーへ昇格した。リリーフとして6試合に登板し、一度の救援失敗はあったものの、5試合は無失点に抑えていたが、6月1日にトリプル A 級サクラメントへ降格。登録枠が拡大された9月1日に、 再昇格した。昇格後は1試合の登板にとどまった。この年メジャーでは7試合に登板して1勝0敗、防御率1.00の成績を残した。オフの12月18日にディーフとなり、23日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された。2015年は開幕をトリプル A 級ナッシュビルで迎え、 5月7日にメジャーに昇格した。この年は56試合に投げ、50.0イニング以上、投げたシーズンとしては、自己ベストの防御率3.84、自己ベストの4勝、自身3度目の10.0以上となる脱三振率10.0という好成績を叩き出し、復活を果たした。2016年は34試合に登板して2勝、0敗、 防御率4.2037奪三振の成績を残した。10月6日に40人枠から外れ、翌7日に FA となった。2016年12月24日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は開幕から 参加の AAA 級アイオワカブスでプレーしていたが、7月17日に自由契約となった。2017年8月17日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。移籍後は参加のルーキー級ガルフ・コーストリーグレッドソックスでプレーし、移籍前を含めた2球団合計で11試合に、登板して1勝0敗、防御率3.075奪三振の成績を、 残した。2018年1月16日にレッドソックスとマイナー契約で再契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。